クラウン製菓は大韓民国の菓子メーカー。韓国内屈指の菓子メーカーで、ロッテに次ぐ第2グループを形成する企業の一つ。2005年に業績が悪化していたヘテ製菓を買収、支配下に収めつつ競争力を維持するために、別ブランドで商品展開を行ってきた。多様な製品群が存在するが、中には日本で、 すでに商品化されているものに似た商品が存在することも特徴。また、チューイングソフトキャンディー、ハイチューをベンチマークにしたマイチューは裁判沙汰にもなった。なお、参加に収めたヘテ製菓も大塚製薬のカロリーメイトに類似したカロリーバランス、カロリープラス、カロリーエイドを発売していることで知られる。2001年、日本のクレヨンしんちゃんのキャラクターを使用した。 スナック菓子、モンマリヌン、シンちゃんを発売。以降7年間、広告代理店を介して、キャラクターの使用料を支払いつつ製造が続けられて、きたが、2007年2月に使用料の契約交渉が、決裂、より高額な使用料を提示したロッテに、キャラクターの使用権利が移動した。ところが権利を得たロッテは、クラウン製菓時代の名称。 パッケージとよく似た商品を発売したためクラウン、成果側が反発、2008年6月に、登録商標をロッテが無断で投用したとして、商標使用禁止の仮処分を求める訴訟を、ソウル中央地方法院に提起した。 http://www.jetro-ipr.or.kr-news-news-01-view-asp-news-idux="2065&suya="1999&smans="1&sede="1&sayer="2009&smans=" ありがとうございます。